その隙間を縫ってですね、急遽バイクの試乗に決めます。バイクはですね、今いいなって一番思ってるヤマハさんの XSR700、 久しぶりですね、大型。こんなに、まあ、乗りやすいね、静かだね。力があったか。楽だね、やっぱり大型はね、ストレスがないね、700でいいねって今のところはね、全然いいね。でもこれ900だと俺まだ扱えんな、これじゃどれだけで慣れるか分からない。それにしてもね、このバイク、私のね、身長172センチ、今体重60、裸体で真っ裸で体重測って64キロプラマイ1キロぐらいの体格なんですけど、ちょっとしたライディングシューズ入って、かかとは後で取れるかな、わからないけど、ちょっと気持ち、両かかとが気持ちよくぐらいのライディングシューズかな。いいんじゃない、これなら。いざという時も片足はなんとかつきそう。いいね、低速トルクがある大きいバイクは。これはいいわ、これは軽い軽い軽い、ブレーキもよく効きますね。久しぶりに乗るんで乗り方忘れちゃう。足を出す位置がある。足をつく位置が、ステップの、ね、位置がね、ちょっと微妙だな。あ、ニュートラルは。もう一周行かさせてもらいます。いいね、ほぼベタ足、ベタ足だね、ほぼね。でポジション的にはね、最後が VMAX だったからな、ちょっとハンドル幅が、あとちょっと 1,2 センチ狭くてもいいかな、ほどほどに直立から気持ち、あの状態が前にかぶさってるんでいい感じ。あれだね、エンブレ、こんなん効くんだったっけ、大型バイクってぐらい、ちょっとエンブレに苦しんでるね。でも、ポジションが高いというか、まあ今最近その、大きい、なんつうのかな、今のバイクのジャンルは分からんけど、まあ、モトクロスタイプの大きい NC
とかいうシリーズ、本田さんが言うとね、そういうのあるみたいだけど、でもまあヤマハさんだったり今あるのかな、テネレとかね、ああいう背の高いバイクのに乗ってる感覚ですね。目線が高い、視野が広い、視界が広い、これは運転するの楽だな。ちょっと久しぶりに高いんで戸惑ってますけど、まあいいんじゃないこれ。確かさっきはあの店の人が言ってたように、この低速トルク、低速トルク、あんまり出してかんね、調子に来たらあかんけど、低速トルクはねやっぱり久しぶりに乗るんで、これは気をつけんといかんですね。うん、めちゃめちゃ力があるね。いいね。軽い軽い。ブレーキもピタッと決まるね。あ、ニュートラル。ああ、ハイニットで。ポジションはそうね、もうちょっと、まあ、乗り込んでいくとかあるかもしれないけど、ほぼ立った位置なんで、椅子に座ってちょっと前かがみになったぐらいのポジションなんで、これは多分長距離楽だろうな。あとはシートの、シート硬いな意外と。内ももにこう待ちの時に内ももに、シートから内ももにへのプレッシャー圧っていうのか、ちょっと、まあ、僕ももが太いっていうのもあるけど、ちょっと痛いなすでに。足つきよりもここのももをもう少しねなんとかしないとちょっとつらいかも。なんか久しぶりにバイクを傾ける感覚、全然いいね。ほぼベタ足。サスはね、柔らか。めちゃめちゃ柔らか。ストロークもなんか、ないっすよね。柔らかすぎるからちょうどいいかもしれないね。硬いよりもね。峠も、市街地もこれだけ柔らかいとね、柔らかいの知って操作すると楽に運転できていいかもね、これは。900いらんねえと今の時点では言っておきましょうかね。700で XSR700 十分ね、これでね。排気量的にはもっと小さくてももうジジイになったなとは今実感してますけどね。まあ、VMAX の半分くらい、600ぐらいでいいかな。本田さんもなんか650ってあるけど、あれ高いしね、お値段ね、かっこいいけど、ジジイにはジジイなりの、バイク安定してるわ。いいね、今の泳ぐ感じ。これもっと乗りてー。でも娘迎えに行かねえか、もう11時12分やばい、もう2周で限界、帰ろう。もっと乗りたいね、これは。めちゃめちゃ安定するわこれ。楽だ、大型運転が。ちょっと今だアクセルワークは慣れんけど、エンブレとアクセルワークまだちょっと慣れんけど、これいいね。なんか久しぶりにニーグリップしてるぞグロムの時はもうパーパーだったよな、つまらんぐらい。
あ、これいいね。というかまあ大型バイクがいいんだろうね、今のね。ただね、思ってたよりもね、ちょっと残念なのはバイクのね、鼓動はいいんですけどね、エキゾーストの音がね、おとなしい。まあこれぐらいでいいんだけどね。街中走るにはね、うちで難儀して出るのもこれぐらいでいいかもしれないけど、乗ってるとね、気持ちいいですね、やっぱり大きいバイクは。いいですよね、うん、やっぱり言われる通り久しぶりだったんで、あのクラッチを半クラの状態で、あ、強えな力があって、でも、ま、すぐ慣れましたけど、楽ですわ、大きいのは。本当に楽ですわ。あ、いいバイクだね、今のバイクは。900だとこれプラスもう一つこうトルクとかパワーのワンランク上がるんで、まあ、あの通勤とかにも使いたいという人は、ちょっとレンジ方もね、うん、はい、もう今2周回させてもらったんですけど、はい、もう900いらんですね。あの、そうだと思います、はい、オールマイティだと思います、うん、これは本当にいい方すればオールマイティで、どなたが乗っても乗れるバイクだと思いますけど、もうずっと気分ついてっちゃうんで、うん、はい、あの店のチューニングで内見とか FJR1300 とか、はい、09とか XSR900 でうちの、 あのサービスの工場長の大場がこれ乗ってくるんですけど、強くについていけるって言ってたので、ね、支障ないと思うんですね。全然良かったですね、はい、あ、これ最有力候補だな。これはいいバイクだわ。MT とエンジンは同じなんですよね。そうですね、基本同じです。はい、乗ったことないけど、一回と何だろうと使用したいな。でもスタイリング的にはもうこっち、あ、完全にもう、はい、あのアップハンですしね、うん、はい、ないです、癖がないので。多分ね、僕の子供たちが20歳と子供なんですけど、やっぱ今の子たちはなんかアメリカンタイプのね、本田さんのレムルに、ああ、はい、バイクが大好きみたいで、でもなんかカールがついてるのかも、もう全然ないんじゃないみたいな。一緒に走ろうと思ったらね、MT だとちょっとバランスっていうかね、馴染まんなと。MT の方が急車にしちゃう。で、これならね、スタイリング的にも、700ならね、まだ、なんか、900だと力の差がありすぎちゃって。まあ、そうでしょうね。全然と、差が出ちゃう。ちょっと700がいいなって気がします。実は今700がマイナーチェンジできたのか、はい、か思うように車両が入ってこないみたいで。ああ、そうなんですか、はい、じゃあモデルチェンジちょっとするのかな。正直だいたいメーカーさん、あのガスの止めてみてマイナーチェンジとかカラーリング変更とかなんかあるんですけど、そうですよね。まあ営業前に気分張ってそれはね、やっぱりこういう人がないとリークするとね、はい、怒られちゃう。一発広がっちゃうんで、うん、拡散するスピードが速いですからね。あー、なんかもうちょっとゆっくりお話ししたいんだけど、娘の送り迎えの間に来てるもんね。ほんと申し訳ないけど、とんぼ返りで、またゆっくり来てください。もう、あの僕壁男なんで、あのまた近いうちにいい試乗車がなんかあったりやらせてもらいます。はい、あの 目がいっちゃうバイク僕多いんですけど。あとこのままでよろしいです？はい。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 